アマンテ、カリフォルニア州、ニューポートビーチの1983年、超都48、2015年2月に、対象型スピンメーカーで走る英国のクマ、カルショットスピットの前にマストヘッドスピンメーカーを備えた、ファー52スピンメーカーはヨットなど小型の保船のために、特別に設計された帆です。風に対して、逆風では使用できません。風下にを向けている場合にスピーカーを、 展開すると、フライングと呼ばれる風に乗って飛ぶように走ります。スピンレーカーは、軽量のホの通常はナイロンで構成されており、しばしば明るい色になっています。パネルとシームの形状により、リーチスピンレーカー、またはランニングスピンレーカーなど、特定の範囲の風の角度に最適化できます。スピンレーカーは、構造と外観の両方でパラシュートに似ているため、回と、 またはシュートと呼ばれることがよくあります。これをスピネーカーシュートと混同しないでください。スピネーカーシュートは、スピネーカーの展開と回収に使用するための戦隊偽装です。ロリアンでのレガッタ中にスピネーカーを使用するボート、純風でのセーリングにスピネーカーを使用できます。対象型スンピネーカーには大量のキャンバーがあり、ほぼ半球型になっています。 風と共に移動するときは、揚力と効力の両方がボートを前方に推進します。到達するスピネーカー。適切に設計されたスピネーカーは、風を捉えると前縁がピンと張られます。カールする前縁は、リフトを減らし、スピネーカーが崩壊するリスクを減らします。このような歩は、展開時に滑らかな曲線を持ち、生地の一貫性のない伸びによって引き起こされる気泡や、 くぼみはありません。滑らかなカーブから外れると、セールの風下側の空気の流れが分離し、リフトが低下し、パフォーマンスが低下します。スピンレーカーの特殊な操作にパンピングがあり、絶妙なタイミングで力いっぱい左右のロープを引くと船を加速させることができますが、ヨットレースで反則と規定されています。しかしこの技は、スピンレーカーを維持するためのトリミングと判別が、 困難です。スピネーカーには、その特定の方に対象面が存在するかどうかに、応じて、対象と非対象の2つの主要なカテゴリーがあります。非対象スピネーカーは、ジブのように動作し、対象スピネーカーのように上部ではなく、側面から揚力を生成します。これにより、スピードに優れている対象型スピネーカーよりも、非対象の方が、コースの選択肢が豊富になります。 完全装備のレーシングボートには、すべてのコースと風の状態をカバーするために、対象と非対象の両方の多数のスピンメーカーがありますが、クルージングボートは、非対象によって提供される、幅広い使用範囲と、簡単な取り扱いのため、ほとんどの場合、非対象を使用します。対象スピンーカーを備えた420クラスのディンギー。 対象型は最も古典的なタイプで、シートと呼ばれる線と穂の下の2つの角から走る、男によって制御されるボートに沿って対照的に走ります。風上ライン、または男は穂のタックと呼ばれるコーナーに取り付けられており、スピネーカーポールによって安定化されています。風下の線はシートと呼ばれます。スピネーカーのクルーに取り付けられ、 ほの形状を制御するために使用されます。スピンネーカーポールはジャイブごとに動かす必要があり、初心者には非常に使いにくいです。ただし、風下のすべての方向に航行することができます。風を横切って航行するときの対象スピネーカーは、気流が付着したままである前方クォーターでほとんどの揚力を発生させます。到達するように正しく設定されている場合、 対象スピンメーカーの前縁は風とほぼ平行である必要があるため前縁上の空気の流れは付着したままになります到達するとセールキャンバーはスピンーカーの風下側に付着した流れのみを許可します実行中スピンーカーは最大の効力が得られるように角度がつけられスピンーカーのポールは見かけの風に対して直角になります対象スピンメーカーは パッキングの上部に3つのコーナーがある必要があるため、パッキング時にも注意が必要です。大きなジブに似ており、スピネーカーポールから飛ばされる非対称スピネーカーは、新しいアイデアではなく、少なくとも19世紀にまで遡ります。しかし1980年代には、シドニーハーバーの18フィートスキフ艦隊から始まる、新しいコンセプトが登場しました。 1960年代以降、カタマランクラスをはじめとする多くの高速セーリングクラフトは、方が失速した状態で直接風下に向かうよりも、砲を横切る、効率的な気流で一連の広い範囲を風下に向かって航行する方が早いことを発見しました。この手法は、一シーズンの終わりに、バーでの会話になる程度に開発していた、アンドリューバックランド 18S はフォアからの、 スピネーカーポールバックを引っ張らず、すべてのシステムがポールと設定を排除することにより、簡素化を図ることができることを、すべての季節を公開していたことを観察しました。固定されたバウスプリットからのスピネーカー。コンセプトはすぐに、古いジブスタイルの非対称セールよりも従来のスピネーカーによく似たルーズラフのセールに進化しました。ジュリアン・ベスウェイトは、 次のシーズンに最初にボートを装備して航海し、すぐにアンドリューバックランドがそれに続きました。格納式のバウスプリットと非対称スピンメーカーを組み込んだ最初の近代的なオフショアヨットは J ・ボーツ J-105 でした。この概念はセーリングの世界に急速に広まりました。この秒はジェノアのように選手に取り付けることができますが、多くの場合。 バウスプリットに取り付けられます。スピネーカーが特別なバウスプリットに取り付けられている場合、スピネーカーとジブを同時に飛ばすことができる場合がよくあります。そうでない場合、スピネーカーはジブによってシャドーイングされ、スピネーカーの使用中はジブを巻き上げる必要があります。非対称には2枚のシートがあり、ジブに非常によく似ていますが、ラフの長さに沿ってフォアステイに取り付けられておらず、 コーナーにのみ取り付けられています。対象スピンメーカーとは異なり、非対象は弓、またはバウスプリットに固定されているため、スピンメーカーアップを両必要としません。非対象は、1枚のシートを開放し、もう1枚のシートを引っ張って、フォアステーの前で方を通過するだけなので、ジャイブが非常に簡単です。非対象はスピンメーカーよりも風下に直接、航行するのには適していないため、 代わりに、ボートは風下にジグザグコースを航行し、コーナーでジャイブします。非対称スピンメーカーは、スピードが、選手に、見かけの風を発生させ、風下に直接航行できるため、高速滑走ディンギーに特に効果的です。また、扱いやすさが重要なクルージングスピンメーカーや、クルージングシュートの形でヨットをクルージングする場合にも特に便利です。 クルージングシュートクルージングシュートは、クルージングヨットで使用される非対称スピンメーカーの一種で、手が短い時に簡単に使用できるように設計されています。2枚のシートを使用し、ジャイブする前にタックラインを1フィートほど緩めます。あるいは、ジャイブの前で方をかぎながら、1枚のシートのみを使用します。多くのボートには、特にレース時に複数のスピネーカーがあります。 それらを区別するために、船員と生母職人は、一般的ではあるが、強制的ではない命名法を採用しています。番号は通常、サイズを示すために使用されます。番号が小さいほど本が大きく、数字が大きいほど本が小さいことを示します。これは、他のヘッドセールに使用される番号と同様です。番号に加えて、非対称の場合は A、対象の場合は、 S, S が通常プレフィックスとして追加されます。したがって、ボートは S2 と A1 を運ぶ可能性があります。次のコードは対象と非対象両方のセールに使用されます。コード例非対象は、ポールかヤードの成功した EF 言語のために、ロバート、フッキーフックによってホイットブレッドラウンドーザワールドレースで開発されたタイトリーチセールです。そのレースでは、 多くのオフウィンドアングルに加えて軽い風上作業用のジブを交換しました。ラフは可能な限りまっすぐで、セールは他の非対称スピネーカーよりもフラットです。高度霊は平坦であるため、通常強度を支えるために高段性のラフラインで作られ、スピネーカーの通常よりも重く伸縮性の少ない生地で作られています。タイトなラフとフラットカットにより、高度霊は ローラーハーリングに適合できます。一部のボートには通常マストヘッドゼロとフラクショナルゼロと呼ばれる2つのコードロがあります。マストヘッドゼロのラフはタックからマストの上部まで走ります。フラクショナルゼロのラフはフラクショナルリグであるボートでタックからフォアステイの上部まで走ります。これはフローが通常無能よりも小さいことを意味します。船員は モヒカン狩りのスラングのように、ムオを、モと発音し、アフロヘアカットのスラングのようにフローを、フローと発音することがよくあります。クルージングボート用のスピネーカーは、最も扱いやすい、ローランファーリングコードレイレーシングスピネーカーに習って、パターン化され始めています。例えば、ノースセールは、レーシングコードレイの非対称に基づいて、様々な角度と風速に対応する、 様々なサイズとキャンバーを備えた3つのジェナカーセールを提供しています。他のメーカーは、風上と風下で、それぞれ使用するためのスクリーチャーとリーチャーなど、異なる名前で、同様のクルージングコード例の設計を提供しています。アイグウェブルーが、高視化クラスック2013ヨットレースでスピネーカーを上げるそれらは、ほぼ特定のポイントでのみ使用されるため、スピネーカーの上げ下げは、 ほの下で行われることが多い作業です。スピネーカーのサイズのため、セールはすぐに風を受けてしまうため、これは難しい操作になる可能性があります。通常、対象スピネーカーはタートルと呼ばれる独自のバッグに詰められており、すぐにアクセスできるように3つの角が上部にあります。クルーはシートと呼ばれる線によって制御されます。シートはフォアステイの前に走り、 ボートの後ろに通じています。ヘッドは、ホーマストまで持ち上げるために使用される、スピネーカーハリヤードに取り付けられています。対象スピネーカーは、風上クルーをスピネーカーポールに固定します。ポールはマストに取り付けられており、セールの風上エッジを、所定の位置に保持します。スピネーカーポールを制御するラインは、ガイ、またはブレースと呼ばれます。スピネーカーポールは、 風の力で上昇し、下に許可されてもよく、またはそれはレーズと下部に、それに取り付けられた境極の角度を有していても良いです。これらのラインを使用する場合、通常、出航前にセットアップされ、スピネーカーが収納されている場合でも、所定の位置に残されます。スピネーカーは、風下の方であるため、タックされることはなく、ジャイブされるだけです。対象をジャイブするとき、 ポーーーーールは、一方ののココナナからら取取りり外され、れ反対側のコーナーに取り付けられます。このコーナーが風上コーナーになります。これを行うには2つの方法があります。一般的に小型ボートではマストエンドのボールを外し、マストエンドをセールの反対側に接続することでエンドツーエンドのジャイブが行われます。古いセールエンドは切り離されてからマストに取り付けられます。これにより、 手順中にポールが緩むのを防ぎ、シートとガイとして交互に使用する2つの制御ラインのみを使用できます。エンドツーエンドのジャイビングには両端に同じフィティングを備えたポールが必要です。大型のボートはポールがマストに取り付けられたままでヘッドステイをクリアできるまで外側の端が下げられ、ボートの反対側で適切な位置に戻されるティップポールジャイブを行います。 トッピングリフトによる高さ。新しいコースで帆の角度を設定するために、みんなは以前と同じように調整されます。ティップポールジャイビングは、マストエンドとセールエンドが一つずつあるポールを使用できます。小さいボートは、各クルーで一本のラインのみを使用する傾向があります。スピネーカーポールの顎を通る風上ラインはガイと呼ばれ、フリーフライングコーナーのラインはシートと呼ばれます。 ジャイブの間、これらの役割、従って名前は逆になります。大型のボートは各コーナーにシーツとガイの両方を使用することを選択できます。ガイはより太いラインです。2セットのラインがあると、カイトが2枚のシートで飛ばされ、選手とマストの乗組員が1人の男をボールから取り外し、張力をかけずにもう1人に取り付けるため、ジベが簡単になります。 スピネーカーの回収は複数のステップからなるプロセスであり、テイクダウンは風の位置によって異なります。まず、風上コーナーがスピネーカーポールから外され、男が解放されます。このステップは男を吹き飛ばすことと呼ばれます。これにより、スピネーカーはメインセールの影に倒れ込み、乗組員が足を集めます。その後、ハリアードが下げられ、 乗組員が砲を集めて慎重に亀に詰め込み、追い詰めて次の展開の準備をします。ただし、条件や意図に応じて、スピネーカーを取得する方法は他にもたくさんあります。亀に入るかどうかはわかりません。コックピットに引き戻されてから下に引き下げられ、次のホイスト用に再梱包されるか、フォアデッキハッチに引き込まれて、次のホイスト用に開けられます。対象のように、 非対称のスピネーカーはしばしば亀に保管され、簡単にアクセスできるように角が上になっています。対称スピネーカーは男とシートで飛行しますが、非対称スピネーカーはタックラインとシートで飛行します。秒は選手、またはバウスプリットに取り付けられ、2枚のシートはクルーに取り付けられます。セールのヘッドはセールを上げるために使用されるスピネーカーハリアードに、 取り付けられています。シートはクルーに取り付けられたフォアステイのいずれかの側に渡されます。それらはタックラインとフォアステイの間で非対称のラフの前方、または非対称のラフの後方を通過する可能性があります。船体の風下側のシートは帆をトリムするために使用され、反対側のシートはたるんでいます。多くの場合、 スピネーカーのラフに調整可能な張力を提供するために前縁にタックラインが使用されます。船の中心線の近くにタックを維持するには、それが修道カラーでフォアに結合させることができる。これによりタックがフォアステーを上下にスライドしてラフテンションを調整できます。レーシングボートでは非対称のタックが格納式のバウスプリットに取り付けられることが良く、 あります。これにより、全三角領域が拡大し、ジブとの干渉が防止されます。この傾向が、レーシングボートで、より一般的になるにつれて、クルージングボートにも、同様の適応がもたらされる可能性があります。非対象のジャイブは、スピネーカーポールがないため、対象よりも、はるかに複雑ではありません。ジブと同じように、必要なのはシーツを交換することだけです。 ただし、非対称はまだ、フォアステイの前を飛んでいるため、操作は逆になります。ロードされたシートは緩められ、反対側のシートが引き込まれます。これにより、ホがフォアステイの前を通過し、ボートの新しい風下側にシートされます。非対称の取得は、対象のプロセスと同様です。シートが解放され、ホがボートの前に倒れるようになります。その後、 ほの足が集められ、ハリヤードが解放され、ほの頭が下がり、そこで亀に詰められます。ダウシングソックス、スピネーカースリーブ、スナッファー、または単にソックスなどと呼ばれる道具は、スピネーカーの展開と収納を簡単にするために使用されます。ダウシングソックスは、長い布製のチューブで、片方の端にリングがついて開いた状態を保ちます。スピンレーカーは、 ダウシングソックスに収納されているので、最初のステップはダウシングソックスをセットアップすることです。ダウシングソックスには2本の線がついています。一つはダウシングソックスを引き下げるためにリングのブライドルに取り付けられ、もう一つはダウシングソックスを上げるためにリングから上部を通って内側にあり、下に戻ります。これらの線はループを形成するために 同じ線の両端である場合があります。スピネーカーのヘッドはダウシングソックスの上部に取り付けられており、リングはタックまで下がっています。得られたバンドルはスピネーカーバッグに詰められます。ダウシングソックスの上部にはスピネーカーハリヤードに取り付けるための設備があります。スピネーカーは通常通り持ち上げられますが、ダウシングソックスが所定の位置にあると、 スピネーカーは風を捉えることができません。スピネーカーを上げて、みんながセットする準備ができたら、ダウシングソックスを上げて、スピネーカーを解放します。スピネーカーが展開されている間、ダウシングソックスはセールのヘッドに束ねられたままです。スピネーカーを回収するには、シートまたはタックを解放し、ダウシングソックスを引き下げて砲を集めます。その後、ハリアードを落とし、 ほを畳むことができます。スピネーカーシュートは通常、スピネーカーの展開と収納のために、フォアステイに近いデッキのチューブ、または開口部です。それらは、現代のディンギーのデザインや更新された古いクラスで、最も一般的に見られます。スピネーカーをシュートに回収できるようにするために、一つまたは、複数の回収パッチが、スピネーカーに取り付けられ、 スピネーカーハリヤードのテールが取り付けられているか通過しています。したがって、スピネーカーとそのハリヤードはシュートを通過する連続ループを形成します。スピネーカーシュートが船体を貫通し、水密である必要がある場合、それは両端で船体に密封されたハードチューブの形を取ります。水密配置が必要ない場合は、 布製のチューブを使用して下げたスピネーカーを収納できます。様々なタイプのスピネーカーを使用できます。非対称のスピネーカーはシュートとペアになることがよくあります。名前の起源は諸説あり、ウェブスター辞典には由来は不明と記されているが、いくつかの辞書は単語の起源は一般的にスピンクスを誤って発音してスピンネーカーになった。 スフィンクス号と呼ばれるヨットに起源を遡ることができることを示唆しています。一つの説としては、この方最初に使用したカウズのヨットの一石だったスフィンクス号だったことからスフィンクスエーカーと呼ばれ、最終的にはスピネーカーになったと言われています。スフィンクス号は1865年にソレント海峡を公開するときにスピネーカーを使用しました。 この言葉が最初に記録された事例は1866年のヨットカレンダーとレビューの8月版でした。さらに、この用語は、もともとガフが前後に装備された帆であるスパンカーの影響を受けた可能性があります。別の説では、帆のアイデアは、レーシングヨット、ニオベゴの所有者であるウィリアム・ゴードンによって1865年に考案されたということです。彼は、自分のヨットにちなんで、 ほに名前を付けたかったのですが、乗組委員のコメント、今、彼女のスピンを作るための帆がありますは、スピンメーカーになり、一般に受け入れられている、用語スピンメーカーに変化しました。彼は、当時のヨットの世界では、スピンメーカーゴードンとして、広く知られていました。ただし、テムズ川のセーリングバージの船長は、ジブステイセールに、スピンメーカーという用語を使用していることも指摘されています。 これらのボートの他の日焼けしたほとは異なり、スピンメーカーは通常白い色でした。したがって、この用語は風の前を走ることを意味する時代遅れの単語スプーンと関連している可能性があることが示唆されています。スプーンへの動詞の初期の使用は16世紀に遡ることができます。スピンドリフトという用語でのスプーンからスピンへの変化は地元のスコットランドの発音に起因しています。 ただし、メリアム・ウェブスターの辞書によると、スピンドリフトは、強風の前に運転するという意味の、スコットランド方言のスプーンの発音に由来しています。さらに、古くから存在していたとする説もあります。アセス憲法の公開日誌の記録に登場しています。1812年7月13日月曜日の公開中の記録の冒頭には、午前12時から午前4時まで、 穏やかなそよ風と午前1時に雨が降る暑い曇りの天気がメインセールを引き上げスピンメーカーを3時半に展開した AM はメインセールの JTS を設定したジョンティッシュブリック注意と記されています。ありがとうございます。